皆さんおはようございます、とうとうやってきました。この日が12月10日ジャパンオールスター2022。はい、拍手本日那須さん側のラモスさんのチームと、松木さんのチームの選手とかをねキャスティングして味の素スタジアムで、ウィナーズと3チームで総当たりでね今日やるんだけど、それの舞台裏を撮影していこうと思います。それもあの那須さんの方から許可出てるから、まあ、ちょっとどこまで撮れるかね、その選手の顔色を伺いながらちょっと嫌がられないように撮っていければと思います。動いてきたんですか今日まで。動いてなくはないけどね、12月入ってからちゃんとやろうって決めてたから。今日は何分ハーフだ。今日は30分2本かな1チーム、うん、俺は、ラモスさんのチームだから、ウィナーズとの試合、松木さんとのチームの試合って感じかな。30分ずつ、まあ、もちろんあの、ね、チームにも、ね、知ってる選手いて、なんとね小泉芳生と金子拓郎、育英の同期と後輩がね一緒のチームになったんで、ちょっとそこは楽しみで、他にもあの、まあ、個人的には知ってる選手たくさんいて、なかなか試合中とかやっぱ話せないから、この機会になんかいろいろコミュニケーション取れたらなって思います。すごい楽しみです、そういうとこが。ということで撮っていきます。今日育英まさかの育英メンバーがね、みんな一緒だよね、同じチームっていう。これ YouTube ですか。 YouTube 山間くんの、そう山間くんのいいパス欲しいな。いいパスくれるかな。そういうの大好きっす。大好きじゃん。これが現役でもオフ入るとこの体になるタイプです。大丈夫だから。普段はそんな感じじゃないけど。普段もなんかシャバキのバッチバキです。え？そうなの？今これなかったんだもん。でも今びっくりした。プラナースかみたいな。山君プラナースか。5だったから。じゃあすみません、正面に移動お願いします。行きます。え？おいキャラ応用客だ。
お前ゴール外出ろ出せよ。交代したら言ってない。交代があった中に行ってくれ。監督そう言ってた。全然出ない。だから六金役です。そう。だから十五分間監督さんどっちかにして、でもう。元気出して走ってそこでウォーミングアップ寒いから、はい、そこでちょっと次1分だもん次でボール出たらすぐそこでそこで遊んでそこで目の前でそこでまだ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 いけるまだまだそのシュウ気持ちよかった、うん、めっちゃきつい全然動いてるけどめちゃめちゃ確かに俺と龍馬のマンツー見た見た、めちゃくちゃうまかった拓郎はシュウで外したけど拓郎全然いかないしガチで外したガチで外したあれ拓郎めっちゃ気ぃ使ってたガチで外すのが一番恥ずかしいなんかこうさ遊ぶプレイみたいなんでさミスるならまだいいけど3人の絵撮ろうよ、3人の絵ガチ外しが一番恥ずかしいちょっと難しいやつだからよし、ここに行って今もまだ入ってるよ外ししよう一回、すぐまで外していける高くて若いプロスだったけど、ちょっと難しいやつ龍馬チャンネルですかはい、そうです龍馬 CH CH? CH? チャンネルじゃないの CH です さあシュネグラーの小泉洋翔ですお疲れ様です。ナイス得点でした。まあね、負けらんないっすよ。きついね、きつかったね。マジきつい。喉痛い。吐きそうになった。きつすぎて。あ、龍馬きつすぎて喉痛くなるやつ。五分ぐらいで酸欠みたいな。ね、急に動けなくなる。きつく。頭クラクラ。次しかもプロと出ないんじゃないの？俺は多分もう出ない。最後の方ぐらいですかね。俺も出し切った。
どうだった？
楽しかったね。すごいね、メンバーみんなちゃんと結果出したやん。あ、そうなんですか。あ、ぜひぜひ。ブラボー2ゴール、ブラボー2ゴール、ブラボー、みんなブラボー。チームでかいね、マジで。すごいね。あんま取れなかったね。選手は無理だった、さすがに。ちょっと怖かった、俺が。切った。うん、怖えよ。自チームしか取れなかった、結局。ヨガの犬がいる。ヨガの犬がいる。いっぱいいるね。多い。浦和ユニが多い。浦和ユニの、さっきあそこにあったよ。結構ちらほらある。すごいね。いや、北海道からありがたいですね。お疲れ様でした。お疲れ様です。どうでした、まず見てての感想は。ちょっと、いや、まさかあの舞台で2点決めるとは思いませんでした。いやいや、そうだね。そんなね、点決めようとは、ね、思ってなかったんだけど、1点目はちょっとゴッツァンゴールだったから、なんかちょっともう1点いけるかなっていう。1-1だったじゃん、あれで。うん、負けんのはなんかちょっと嫌だったし、ラモスさんは結構ガチになってたからさ。めっちゃガチだったね。そうそうそう、だからあれがね、ラモスさんの良さというか、今まであんだけ活躍してきた強さだと思うからさ、うん、こういう試合でもやっぱ負けたくないみたいな。確かにすごかった。めっちゃ大事だからさ、うん、いつもさ、うん、あのチームのあの選手嫌だなって選手がさ、ほとんどいた。はいはいはい、はい、ね、敵にも味方にもね、すごいメンバーだったよね。ってその選手たちとさ、いろいろコンビネーションプレーだったりさ、うん、初めてやるのにさ、うん、みんな上手いからある程度のさ意思疎通って合うわけじゃん、うん、勝手にね、うん、そういうのをね感じれるのはやっぱ楽しいよね。吉尾とはさ、なんかサッカーやる機会が多いからさ。確かに。しかも高校の時やってたからなんとなく分かるけどさ、うん、一回いい崩しあったし ね、ああいうのとかはねできるからあれだけど、それこそ最後の2点目とかさ、あれ福森さんの落としだよね。だよね、確か。そうか、確かそうだった気がするんだけど、あれとかもね、あの人サイドバックの選手だからね、がポストプレーしてるからね、すげえよ。確かに。皆さん裏側どうでした？そうだね、なんかもっともっといろんな選手に俺が個人的に聞きに行くのがベストだったんだけど、そこまでちょっと YouTube できなかった。そこはちょっとね、ちょっと反省します、それは。はい、皆さん、ジャパンオールスター2022舞台裏見ていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバイ。